まあ、チェコでもマスクが足んないんだ。それを商売で売るんだっていうだけならいいんですが、実は、押収されたこのマスクのうち、10万1600枚は、チャイナの石膏省の赤十字社が、海外のチャイニーズに寄付したもんだと。で、マスクを放送していた箱には、チャイナとイタリアの国旗が描かれていたと。 国際政治学者の藤井元気ですこのチャンネルでは私が有料でやっておりますワールドフォーキャストを一部無料でお届けしております最新号も無料でアップしていますのでぜひチャンネル登録をお願いいたします、えー、こんにちは藤井元気です、えー、マスクが、ね、足りなくてみんな困ってるわけですけども、えー、私,私もアメリカからの帰りでメキシコに寄ったときですね メキシコの薬局に3件ぐらいいてですね、どこでもマスクないんですよね。ね、えーな,えー、なんでないんだってったら普段まああるわけですけども。で、みんな当時メキシコ人は全然まだマスクしてませんでした。えー、という3月上旬のことですけれども、3月第1週ぐらいですけれども。じゃあなんでないんだったら、結局チャイニーズが来て全部買っちゃったんだっつって、いう話なんですよね。だから国際的にまあ、 あの自分たちが輸出している部分も多いんだろうけども、おそらく国内に対して転売して儲けるためにですね、買い占めていると。で、まあ日本でもですね、その買い占めが行われているということです。そして向こうで日本の企業でチャイナで作っても日本に向けて輸出させてくれないということで、もうこういったものは薬とかですね、こうマスクも単純なものですけど、重要なもの。これはもうチャイナに頼,もう頼っちゃダメだということの証拠だと思います。 それに、マスク事情については林健寮さんがですね、詳しくお話をしてくれておりますので、そちらをご覧ください。えー、そしてですね、実はそのマスクの買い占めに関しては、えー、チャイニーズがアメリカ行った、アメリカでもやってて、これ、品種を買っておるということも、明らかにその転売金儲けのためですよねで。本国に送ってお儲けしようということなんですけども、日本でもやられてるということです。えー、それだけじゃなくてですね、 えー、実はその、えーまあ、世界中で同じようなことをやってるってことですね。で、これは自由時報という,う台湾の新聞の3月29日に出てた記事なんですけれども、えー、チェコですね、えー。チェコ、スロバキアという国があって、今、あのチェコとスロバキアと2つに分かれましたけど、そのチェ,、えー、チェコでの話です、えー。チェコ当局は3月半ば、 チャイナ系の住民が倉庫に違法に保管していた68万枚の医療用マスクと2万8千枚の N95 マスクを押収したと。N95 ってのは、目が細かくて、あの、ウイルス対策にもなるやつだと思いますが、これらのマスクは、約90万ドルの高値で、90万ドル、100万ドル近いわけですよね。9700万円ぐらいの高値で、チェコ政府に売却される予定だったと。 いうことで、えー、倉庫の所有者である人物は、これは中国共産党中央統一戦線工作部の役人、工作部の人間、要するに中国共産党の工作員だったってことですね。えー、これらの、おお一枚、しか、では、一般には60セントのマスクをですね、 1>, 1ドル27セントで、チェコのペーパーカンパニーを介してチェコ政府に売却しようとしていたと。まあ、チェコでもマスクが足んないんだ、それを商売で売るんだっていうだけならいいんですが、実は、押収されたこのマスクのうち10万1600枚は、チャイナの石膏省の赤十字社が海外のチャイニーズに寄付したものだと。で、マスクを放送していた箱にはチャイナとイタリアの国旗が描かれていたと。 うんえー、だから、チャイナが、まあ、イタリアに輸送して、まあ、売るのか、寄付するのか、どうしてチェコの倉庫にあったのか、理由がよくわからないなと。この、これやった党の人物は、シュウという人間なんですが、チェコ最大の海外中国人協会の代表を務め、うんぬんと。チェコには5000人のチャイニーズがいるっていう。 えー、わけですけども、それでも、まあ、ま、十万枚も、五千人当てに十万枚も来たんで、で、まあ、一人、えー、頭にあ、随分来たわけですけれども、えー、一人当たり二十万円ぐらいってことですかね。でも、まあ、そういうですね、本来寄付すべきものをですね、ふ懐にして、それでもう、チェコ政府に行って、 ゼリモケしようというようなやつがいたということで、まあ、えー、似たようなことをですね、えー、まあ、世界中で事件を起こしておるということでありますよね。で、それから今日のお話はですね、このチャイナ流フェイクニュースの作り方ということなんですけれども、これあの、この武漢ウイルスがですね、平、え、気、ー、説を実は疑う理由っていうのがあるわけですけれども、 それをですね、これがまた、この、それをごまかすためにフェイクニュースにチャイナが仕立ててるというお話なんですけども、なんとですね、2019年、去年の9月18日ですよ、武漢でコロナウイルス対策の軍事演習が武漢の空港で行われていた。これ、歴然たる事実。これは、あの、他の時にもお話しましたけども、湖北日報というですね、 えー、湖の北、湖北、湖北省の湖北日報という新聞でした。事実であります。ちょうどこの1ヶ月後から世界軍人運動会、世界軍人オリンピックが行われたと。で、その、ちょうど一月前なんです。それで、ですから、もうこういうことが人民解放軍としては起きることを予期していたんじゃないのという、うん、疑念がですね、疑問は十分にあるわけですよね。 で、えー、こういうことであって、今年の3月12日にこのことに関して、して、えー、チャイナ外務省の、えー、報道副局長ですね、えー、張立憲という人がですね、えー、武漢ウイルスは、米軍が持ち込んだのだって、その10月に行われた世界軍事運動会で、米軍が持ち込んでチャイナ被害者になったんだっていうことを言って、 これがですね、まあ、政府系メディアが大,大,大,大々的に当然取り上げたし、この人もフォロワーが多いもんだから、ツイッターでそういう偽フェイクニュースがですね、暴力情報をですね、ディスインフォメーション工作が世界中に広がった。で、彼もさすがにですね、えー、そういう噂があるよっていうだけじゃ信憑性がないんで、どういうことをやったかっていうと、